皆さん大会お疲れ様でした。これが猫マンの限界です。ということで早速ね、S ランク契約書をいただいたんでね、引いていこうと思いますよ。狙いはもちろんロドリゲス選手でございますと。それ以外の選手はね、別にいらない、出てこなくても結構ですということで、さあどうなんですか、どうなんだい、どうなんだい。やっちゃいましょうよ、やっちゃいましょうよ、ロドリゲスそろそろお迎えしちゃいましょうよ。はい、お願いしますロドリゲス。 Oh my god、 超大ピンチ。改めまして、ネコマンチャンネルです。 TS がついに来ましたね。みんな待ってたと思います。タイムスリップ第1弾登場です。今回の選手をね、どんどん紹介していきたいと思いますので、ぜひ付き合ってくれると嬉しいです。はい、ということでドン、則本晃大選手だね。これはびっくり、めちゃくちゃ強い。ミスターコントロールでオール A、 9位スタミナ同値可能、異常に高いステータスで実装されました。まだ強いところあるんですよ。はい、超奪三振ショーつきました。相手を2ストライクまで追い込むとね、変化量がプラスされると。現在 A ランクで持っている佐々木朗希くんの場合はプラス1されてました。超の場合はプラス2されるのではないかということで、めちゃくちゃ強い仕上がりになってるね。球種なんですけど、 B 球種が4つ、 A 球種が1つ、まさかのフォークスプ復活ということでね、超奪三振ショーと合わせたら手がつけられないんじゃないかと。これはね、強っ。2人目は金子千尋選手だね。残念ながら同値を狙える能力ではないですが、ミスターコントロールか精密機械で制球が A に上がるということでね、強いよね。球種は言わずと知れたスプリット2種ということでね、もうめちゃくちゃ見極めづらい、もうすごくめんどくさいピッチャーです。使ってみたいな。特殊能力に関しても、超キレ、奪三振、大ピンチということでね、隙のない特殊能力ですよ。だけどね、なんで日ハムじゃなくてまたオリックスで出んの、okay. 3人目は原辰徳監督だね。アーティスト、驚異のスラッガーで A 同値可能、セカンド適性がなくなっているらしいです。これはその代わりプレヒッターがなくなりましたね。強くなったんじゃないでしょうか。4人目は今岡誠選手だね。アーティスト、パワーちょっと低め、走力も足がちょっと遅いかな。せっかくのセカンド適正のアーティストで珍しいんだけど、守備慎重なのがちょっと残念。珍しく超流し打ちということでね、阪神純正の方は必須かな。我が日ハムからは中島拓也選手の登場だね。低弾道、守備適正が高い、積極でいいね。捕手でショート A、 捕球 C、 スローイング B 可能ということでね、これはショートめちゃめちゃ硬くなりますよ。はい、ということでね、ここからはね、ネットスタジアムについての注意点を説明していきたいと思います。今回からまた仕様が変わったみたいでね、 VK 報酬に必要なポイントとランキングに必要なポイントが別になりました。はい、前回の なんだかのイベントと一緒なんですけど、累計回収にとってはすごく楽になったんですよね。ただランキングはまた別のポイントということでね、ここだけ気をつけてほしいということで、走り方は今までと同じで、選手にボーナスがつくタイプですね、これは。ということで、走るのであれば A ランク確定スカウトが来てからの方がいいと思います。でその選手にね、限界突破コーチをつけてあげて、突を進めてあげればボーナスもまた増えるということでね、ランキング走る際はお気をつけください。猫マンは走りまということで、最後になりましたが、早速累計の方を開封していきたいと思います。ぜひご覧ください。よし、累計終わった。でも1時間半ぐらいか。さあ早速累計開封していこう。狙いの選手は、則本、金子、あと中島拓也か。いやー、則本欲しいなー、則本欲しいなー、頼むよ則本、来てくれ則本。いや金子千尋でもいい、いや則本金子千尋、まあ、地引きでもいいけど、誰かお願いします、お願いします、何者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 、何